広島市江場山気象館は、広島市中区の江場山公園内にある気象科学館である。全国でも珍しい気象をテーマとした博物館である。施設は、広島市が所有し、公益財団法人広島市文化財団が指定管理者となっている。なお、市の施設であるが、広島市域の点検法も発表している。1934年竣工した、 広島地方気象台の本庁舎が1987年中空へ八丁堀の合同庁舎へ移転したことを機に気象庁から広島市へ移管し博物館として開館したもの建物自体は1945年に広島市への原子爆弾投下にも耐えた現存する被爆建物であり広島市重要文化財に指定されている予報業務許可事業者 第78号として認可されている。常設展示のほか、夏と冬の2回企画展示を行っている。本館は1934年に竣工した。建築様式は20世紀初頭に花開いたドイツ表現主義の影響を受けたモダンな造形で、建築技術史的にもデザイン的にも優れている。また、原爆の爆風で曲がった窓枠やガラスの破片が、 突き刺さった壁に被爆の痕跡を残している。旧広島地方気象台として2000年7月25日に広島市重要有形文化財に指定された。この地は爆心地から3630メートルに位置した。建物や人的には被害を出したが、景気類の損傷は少なかった。これは気象機械が強い風雨に対し耐性を高く。 作られていたことと、ごく短時間での爆風通過であったため。ただ、ロビッチ日射系は、大破、同じく地震系も割れたガラス窓によって大破している。職員に、中継勝者が出たことに加え戦後の食糧難により、観測が困難な状況であったが、昼夜連続の毎時観測を続けている。そこへ9月17日、枕崎台風が襲来することになる。以下、 被爆時の気象記録を示す。この中で、降雨、特に黒い雨については、当該リンク先を参照。ありがとうございます。